皆さんこんにちは。これより行政書士合格の取説野畑のズバッと重要論点、ポイント解説講義民法編第3回を行っていきます。よろしくお願いします。はい、では第3回目のテーマについて見ていきますが第3回目は物件的請求権というところですね。不法占拠者に物申すっていうまサブタイトルはつけてますが、物件的請求権？ 取説テキストは79ページを開けてください。はい。3番、物件的請求権 A ランクですね。もちろん、卓越式問題でも重要ですし、記述式でもこのテーマから問われる可能性がありますので、しっかりと理解をしていただきたいと思います。あ今日この段階では、この物件というものがあまり理解できてない方もいるかもしれません。例えば、 上見るといろんな物件の種類があると思うんですが、まだそこまで細かいことを勉強していないかもしれません。まあ、とりあえずはこの所有権を念頭に考えていただければいいです。つまり、下見ていただくと、まあ、当然これ自分の都県が誰かに盗まれちゃった場合、返せって主張できるに決まってますよねで。これ当たり前のことかもしれませんが、これ民法の世界だと、 所有権に基づく返還請求権の行使なんですよ。今までこう民法を勉強してきて、結構こう、ああ、確かにそれはそうだよねって話になってくることなかったですかやはり日常生活の揉め事の解決を決めているのが民法なので、そうなってくると解決策として、まあそれはそうだよねってものが民法の条文になっていることが多いです。そういったものはあんまり詳しく こうねえー、入れなくても頭に大丈夫なんですがやはり皆さんの中だとえ民法だとこうなってるの現実世界と何か違うよねということがあればそこをしっかりと押さえていかないと本試験はまっちゃうということになります、まあ、話戻しますがえ今回は、えー、民法の世界だとこの所有権に基づく返還請求権の行使ということになるんですね一つ注意点あの 例えばこの表現が正しいかどうかっていうことなんですが、皆さんがもし記述式でね、はい、時計が取られました、時計を取り返すために、民法上どんなことが主張できますか書いてくださいって言われた場合、どう書きますか。例えばこれ。所有権に基づく。 物件的返還請求、あのこれ、どうでしょうか、皆さんね。これね、ちょっと記述だと減点されちゃうかもしれません。あの所有権っていうものと、物件的っていうのが、ちょっとこれ、内容的にかぶっちゃってるんですよね。 あのまずこれ、物件的請求権というのは、確かに今回は所有権念頭に話をしていますけど、所有権じゃないと主張できないわけではないんですよ。所有権以外の物件でもこういろんなことを主張することができるので、あの物件全体的に物件的請求権という方をします。ですから、より具体的になれば、物件の中でも所有権なので、所有権に基づく 変換請求権っていうのが正しい表記になって、所有権に基づく物件的変換請求と書くと、まあ、出題者からすればよく分かってないんじゃないかということで、原点来る可能性があるんですね。ですから、記述で書くときは、あの、どんな権利っていうのが分かっていれば、ちゃんと所有権って書いてあげて、そう書いたならば、物件的は書かないっていうね、所有権に基づく変換請求と書く方がいいと思います。これ注意点です。 はい、ということなんですがえ、なぜ自分のものが取られたら返すと言えるのか、それは所有権、皆さんが持ってるからです。で、この所有権っていうのは、また別途、所有権の箇所で勉強しますけど、所有権持ってる人は、それを使うことができる使用権、そして誰かに貸して儲けることができる収益権、そしていらなかったら売ったり捨てたりできる処分権。 はい、この使用収益処分権がある、これが所有権、で特に自分で使うことができるっていう権利を持っているのに、他人に取られて使えないからおかしいでしょ返してっていうのが返還請求だったりします。ということは、さっき所有権以外でも物件的請求権使えますと言いましたが、あの前提として、 こう、使えるっていう、そういった権利が入っている物件じゃないと、あの、返還請求とか言えなかったりします。つまり、80ページを見ていただくと、後回し OK ってありますよね。はい、今言った言葉。物を使用する権利があるのに、それが侵害された場合に行使できるのが物件的請求権だ。この、抵等権という物件。 これまだあまり詳しく勉強してない方いるかもしれませんが、ちょっとこれは確認しましょうかね。うん、ちょっと確認しましょうか。はい、111ページを出してください。111ページ出してください。予習の段階でまだここを見てなかった方いるかもしれませんが、まあ、軽く説明していきます。物件の中で定当権というもの。はい。まあ、例えば銀行さんからお金借りるときに、まあ、銀行さんからすれば、 ただで貸すわけにはいかないです。まあ、何かしら、その人がお金返せなかった時のために、こう、代わりのものを提供してもらわないといけないと。例えば、土地を持ってるならばあ、土地を提供してくださいと。まあ、土地に対して、抵当権つけますよ。抵当権をつけて、もしあなたがお金を返すことができなければ、この土地は銀行で売って、お金にして回収しますよ。これが抵当権です。 はい、あの不動産を債務の担保として、債務が弁済されないときは、不動産を競売にかけて売却代金から優先回収できますということで、この抵当権に関してはあの、お金を払ってくれなかったら、その土地とかを売っ払うよって話です。つまり、銀行さん抵当権者は、その例えば担保にしている土地があったときに、土地を使う権限はないんですよ。 はい。大体、マイホームを建てるときに、マイホームに定当権つけますから、マイホームに定当権つけて、銀行さんが定当権持ってるから、銀行さんがマイホーム使えますかって使えませんよね。なので、定当権は使用権がないんですよ。ということになってくると、はい。えー、っと、もう少しページ進めると、116ページがあります。はい。116ページ6番で、 抵当権侵害とこちらです。期日に出るって書いてますが、かなり可能性は高いです。はい、ここ何を話すかというと、今お話し,しました。抵当権は不動産使う権限がないです。ですから、もし下見てもらいましょうか。A さんが B に1000万貸して、A さんが B さんの持っている建物に抵当権付けますとなった時、もし この B さんが持っている建物に不法占拠者が入り込んだ場合、めちゃくちゃするわけですよ、建物の価値を下げる行動を取るという形になってくると、抵当賢者としてはやめてほしいと、つまり、もともとこの建物の価値が、1000万の価値があるということを見込んで、1000万貸してるわけですよ。 1000、ね、万 B が払えなければ、この建物を売れば1000万のお金になるからね、だから貸してるんです。それが、もしかしたらこの不法占拠者の行動によって、価値が下がるかもしれないと。その時に、じゃあ、低都賢者は、C さんに対して、あなた出てけと言えるか。これ、本来は言えないはずなんですよ。理由は 権権者はその建物を使う権利がないからです本来は所有者の B さんが C に向かって出てけって言わなきゃいけないんだけど B が言わなかったらどうしますかこれ非常に困りますよね。ですからそういう時不動産の価値が下がってしまう場合例外的に低等権者の A さんが、まあ、妨害排除請求って書いてますが、まあ、物件的請求権行使することができますと。 これ、例外なんですよ。原則できません。例外的にできますって話。まず、イメージをつけていただいて、で、ここ、ポイントね。これ、本試験までには、ちゃんと書けるように準備してください。記述式問題は、40字ぐらいで書いてくださいという視点がありますが、大体いいこれ全部で40字ぐらいなんです。 そしてその中でも、キーワードが書けないと点数が返ってこないんで、キーワードは赤字にしてますから、この赤字を中心に40字、こちらは本試験に行かれる日までには書けるようにしていただけるといいのかなと思います。はい。ここね。低等不動産の交換価値の実現が妨げられると、低等権者の優先弁済権行使が困難となる事情があるとき、なかなか難しい言葉ですが、 まあ、今お話しした通り、建物の価値が下がってしまうよという場合です。はい。これを記述で書けるかどうかですね。まあ、下に過去問チャレンジがありまして、これはマークシート問題で問われたんですが、それがそのまま記述で回ってきてもおかしくないねということで、まあ、お話しした。できればね、本試験までに書けるようにしておいてということになります。で今回これは、不法選挙者がいる場合です。 例えばですが、後回し OK と書いてるんですが、あの、B と C が、こう、形上、この建物を C に貸すよっていう形で、あのー、賃貸借の契約を結んでると。後回し OK ね。はい。C が不法選挙者じゃなくて、賃借人だった場合。つまり、不法選挙だから出ていけっていう話だったので、 じゃあ、形上 BC 間で、ちゃんとした契約があって C が済んでればいい。A は出てけって言えませんかうん。原則言えませんが、あの、このケース、B が A のこと大嫌いで、A の嫌がらせする目的で、形上 C さんと契約をしてますよと。ただ C さんは、ちょっと危ないその道の方の人間ですと。はい。なってくると、 形上契約があって、賃借人として住んでますが、まあ、壁をめちゃくちゃにするとかね、こう扱いが悪くて価値を下げる人間であるということになっていくと、やはり A さんとしては、この建物の価値が下がることをね、止めに行かなければいけないんで、はい、後回し OK。C が不法占拠者ではなく賃借人だったとしても、はい、賃貸職の契約が、競売手続きの妨害のために結ばれたものだった場合、e やはり A さんは C さんに対して、抵当権に基づく妨害排除請求権を行使できますよという形ですね。はい。まあ、この講義遣いは不法選挙者っていう手で書いてますが、あの不法選挙者でなくても、競売手続き妨害の目的があれば A さんは C さんに出ていけと言えますと。はい。いうところなんですね。でもう一つお話をしておきます。 まあ、不法選挙の場合でも、ちゃんとした契約がある場合でも構いませんが、例えばね、この不法選挙で行きましょうか。先ほど言いました。A さんが C さんに向けて出てって、定当権に基づく妨害排除請求、できるって言い方をしましたが、できるとしたときに、具体的に言えることはこうです。C さん、あなた出てって。そして、B に建物を返しなさい。それしか言えません。 もともと A さんが建物を使える権限はないので、C をどかしたとしても、まあ、誰に返すという話から、誰に返すということかというと、B に返せっていうしかないんですよ。でも、B さん自身が、この建物管理能力がなくて、やはり建物の価値を下げてしまうとかね、いう話になってくると、やはり A さんからすれば、抵当権つけてる建物の価値が下がって困るので、そういった 例外的な状況があるときは、はい、後回し OK。はい、繰り返しますが、えー、所有者が、低等不動産を適切に維持管理することが期待できない場合ね、この場合は、直接事故に明け渡しを求めることができる。まあ、私が管理すると、本来低等権者 A は、 自分で使う権利がないので管理することは普通しないんですが所有者の B さんが管理できなければ私が管理するから C さん私に建物を明け渡せ引き渡せってことができますというところなんですねなのでこれ全部が記述として危ないですここがポイントもそうですし後回し OK のこの2つもそうですね すべてが記述として危ないので、今のうちから意識しておくといいかなと思います。はい。ということで、今回は物件的請求権について話をしていきました。まだ、あの、細かい物件勉強してない方は、細かい物件勉強した後に戻ってくると、より理解が深まるかなというふうに思います。はい。では、今回以上ですが、次回第4回目はこちらです。 即時取得ですね。はい。こちら扱っていくので、取リセテキストの該当箇所をまた軽く見ていただいてから講義を聞いていただければと思います。では、民法編第3回は以上です。お疲れ様でした。